丸々日後に正体を明かす有名配信者系の企画、上がりすぎたハードルを超えられず冷められてしまうというのを見てたと思います。最近ね、丸々日後に正体を明かす有名 YouTuber だったり有名活動者といったアカウントが話題になっていて、まずはこちらですね、 X なんですが、0日後に正体を明かす有名活動者、この界隈に革命を起こす、居心地がいいですね。まあ、このアカウント、1日ごとに名前の日付の数字が1日ずつ減っていって、で、ゼロになった時に正体を明かす、といった感じのアカウントで、もう現在は12万フォロワーぐらいいるんですが、まあ、実は僕、このアカウント5000人ぐらいの時からフォローしていて、まあ、正直その時は全然ね、バズってなくて、期待はしてないけど、誰なんだろうぐらいの興味本位でね、フォローしてたんですが、もう数字がゼロに近づくにつれて、どんどんね、フォロワーが増えて、注目度も高まっていったんですね。で、このアカウントの投稿としては、みんなの質問のアンサー、赤を始めたきっかけ、転生したかった、腐れ切ったこの界隈に革命を起こしに来た、そうで、ポケ仮面とコラボしたことありますか、複数回ある、チョコラビメンバー全員面識もあり、だそうで、チョコラビというのが6人組の歌い手グループだそうで、 YouTube にはチャンネルがあるみたいですね。で、ポケ仮面という方がそのメンバーのうちの一人だそうですね。で、そのチョコラビメンバーと面識がね、あるそうで、箸の向き関係ありますか、関係ない、まあ、これはね、なんかちょこちょこ上げている牛丼の写真とかで、お箸の向き、これは何も関係ないですよということでしょうか。正体を明かすまで残り24日ということで、この投稿が正体を明かす24日前に投稿されたものですね。まあ、チョコラビが歌い手グループらしいんで、そっち界隈の人なのかなと思うんですが、さらにこちらですね、ハッシュタグ作家になった流れということで、まあ、X でこのハッシュタグで自分のこれまでの人生の流れを投稿するみたいなトレンドがあって、この方も投稿していますね。家族や友達に猛反対されたが、自分の意思を貫いて活動者になる。マイクとパソコンを持ち、家でする。家賃2万のボロアパートで活動。当初、リア友に住所をばらまかれ、人間不信になり活動をやめかける。諦めず活動し3年後にバズり、有名活動者に。新しい革命を起こす。かっこ今。だそうですね。さらに他にもこちら、こっそり人がいない時間に俺を探しにアニメイト行ってきた。有名活動者が正体を明かすまで残り15日ということで、アニメイトにこの方のグッズか何かが売ってるんですかね。もうそうだとしたら本当に有名かもしれませんね。で、さらにこちらですね、テレビに出たことがありますか、あるだったり、ツイッターのトレンドに乗ったことがあるか、ある、ライブでの最高人数は1万人以上、紅白に出場はしますか、したい、といった感じでちょこちょこね、ヒントを出しつつ、どんどん日数が経っていって0日になるんですね。で、そんな中フォロワーも増え、特にね、残り2日とか1日になったら、もう結構ね、話題になって、フォロワーもね、10万人以上になってるんですが、まあ、リプランではね、野獣先輩じゃないかだったり、アルチューカラカラじゃないかといった意見もあったんですが、そんな中0日になったのが12月1日ということで、その日に投稿されたのがこちらですね、12月2日土曜日、 YouTube にて18時正体を明かす、高評価or低評価を押してお待ちくださいということで、ちょっとね、ネタバレのコミュニティノートがついてるんですが、まあ、0日になったんですが、さらに1日後に YouTube で正体を明かすと投稿したんですね。で、その間に LINE 登録よろしくみたいな投稿だったり、インスタ登録よろしくみたいな投稿もあって、ちょっとね、不穏な空気も流れ出しつつ、約束の12月2日18時に投稿された YouTube の動画がこちらですね。 YouTube 登録者数10万人以上、ツイキャス登録者数18万人、超有名歌い手、彼の本当の素顔は天使、悪魔、初実写生放送、2023年12月24日ということで、まさかの正体を発表せず12月24日に引き延ばしたんですね。もうこれには落胆の声も多く、フォロワー稼ぎなんじゃないかとも言われたり、注目度も高まっていたんで、ハードルもね、上がっていて、登録者10万人、ツイキャス18万人、すごいんだけど超有名って言われたらうーんってなるという意見も出ていますね。で、さらに、まあ、やっぱりね、正体を明かすと言ってたんで、こちらですね、俺の正体ですということで、口元を隠した写真をね、投稿したんですね。かっこいいじゃないかと思うんですが、もうこれに対しても、やっぱりね、誰かわからないんで、誰だったり、AI 臭い画像という意見も出てますね。で、さらに本日、おはよう、今夜の18時に生まれ変わります。爆誕、待機よろ。ということで、まあ、18時頃に、X 日後に正体を明かす有名活動者です。フォロー整理しますという感じで、フォロー整理の最終章スタートです投稿したんですね。これが爆誕なんでしょうか。まあ、アイコンも変わって、日数もね、X 日後と
あと何日か分からないようになってしまったんですね。まあ12月24日って動画では言ってたんですが、まあといった感じで0日後になったんですが、まあ正体一応ね写真は投稿されたんですが、まあ誰だかよく分からないままちょっとずつ引き伸ばされているといった状況ですね。でまあ間にねインスタフォローしてくださいだったり LINE 登録してくださいみたいな投稿もあったんで、業者くささもあったり、他にもこちらツイッターか誰か買いませんか、アクティブ平均 1,2 万いいねですという、この正体を明かすアカウントを売るアカウントも出てきて、まあこれもね嘘ついてるんじゃないかみたいなのも言われていて、もうわけわからんのですが、まあ、やっぱりね引き伸ばされているということで、僕が見た感じフォロワーね14万人とかいた時もあったんですが、今は12万人ぐらいまで減ってしまっていますね。まあ中にはねまだスイダウの実験じゃないかみたいな希望的なね声もあるんですが、まあやっぱりね YouTube10 万人ツイキャス18万人十分ねすごいんですが、やっぱりねちょっと企画がバズりすぎてハードルが上がりすぎたから引き伸ばせるだけ引き伸ばしてるみたいな気もしなくもないですね。まあ動画で言ってた12月24日今度こそね正体を明かしてほしいですね。まあといった感じで、何日後に正体を明かす何々という企画が結構ねバズるみたいで、X でもそういうねアカウントが増えていたり、まあ過去にはね100日後に死ぬ間にもむちゃくちゃバズりましたからね。でさらにどうやら TikTok でもねそういったアカウントがあったようで、こちらですね10日後に復活する元有名 YouTuber というテロップでジャンボリミッキーをミッキーのお面をかぶって踊っている動画ですね。もうこれがむちゃくちゃバズり6万いいね以上ねついていて、コメント欄ではスマイリー様だったり魔法となら嬉し泣きしますといった予想がね繰り広げられていて、まあ、僕もね渡辺真琴さん知ってるんで、その人だったら熱いなとか思いつつ、でその後も1日ずつねこのジャンボリミッキーの動画投稿していて、なんか人数が増えて4人とかになっていますね。でこちらも YouTube の銀の盾を持って動画撮ったり、チョコレートスモーカーズではありませんといったヒントをねちょこちょこ出しながら、その10日後ですねの動画がこちら、さあショータイムだということで、今日ついに顔出しするその名はアクシデンタースということで、まあちょっとね申し訳ないんですが僕は知らなかったですが、 YouTuber ということで YouTube チャンネルは11万人登録者がいて、この正体を明かした日にアクシデンターズ復活という動画も投稿してますね。でやっぱり自分たちでもちょっとね思ったよりバズりすぎてハードルが上がりすぎたと思ったのか、正体を明かした動画に誰だよという文字を入れていますね。さらに正体を明かした後の動画で、まあ、コメント欄ではアクシデンターズという声も多々あったそうなんですが、まあ、やっぱりハードルが上がりすぎていて正体を明かして炎上しないかを心配していましたね。まあでもねこれだけバズってねハードルが上がってる中引き伸ばさずちゃんと期日にね正体を明かすのは好感ですね。まあやっぱりコメント欄でもね本当に有名だったのかなといったコメントもあるんですが、まあ、アクシデンターズ動画としては YouTube で9年前から投稿していますね。で4人で活動していたみたいで、で脱退もあったりしてメンバーも減っていたんですが、今回もう一度4人で復活したみたいですね。まあ、やっぱりね YouTube のコメント欄ではこの4人が揃うのは泣く、4人が揃う日が来るとは思ってなかったから嬉しいといったファンのコメントが溢れていますね。まあやっぱり TikTok ではバズりすぎてねハードルが上がりすぎて誰だよっていう人も多かったんですが、ファンからしたら復活は嬉しいということみたいですね。まあ、ということで、丸々日後に正体を明かす有名配信者系の企画、ハードルが上がりすぎて期待を超えれないということなんですが、まあ、やっぱりね、有名活動者だったり、超有名歌い手、元有名 YouTuber といった、有名ってつけたら、期待もどんどん膨らんで、まあ、バズるんですけど、その分ね、ハードルも高くなってしまう。といった感じですね。まあ、YouTube10 万人とかでも全然すごいんですけどね。まあ、でもこれだけね、企画がバズったということで、正体をね明かした後でもバズりを生み出してほしいですね。まあでもこの企画これだけバズるんだったら、何日後に正体を明かす超有名サッカー選手みたいな感じで、もうただ部活でねサッカーやってただけでも正体を隠せばバズれそうですね。まあ、あとはなんとか引き伸ばしてうまいことフォロワーを稼ぎたいですね。ハードルの上がりすぎにはね気をつけましょう。以上です。